ビデオ開始。これどうでしょう。はい、見えます。おはようございます。はい、では今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、7月の31日の土曜日に行われます、川崎翔子さんのピアノリサイタルの事前のインタビューということで、今回は川崎さんをお呼びして、Zoom で初めての試みなんですけど、インタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず簡単にちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？川崎翔子と申します。2011年からドイツのミュンヘンに住んでいて、でもう10年近く、ミュンヘンに住んで、1年に何往復か日本として、ドイツと日本と主に、コンサート活動させていただきながら、ミュンヘンで、講師の指導にも当たってます。音大とか、あと、プライベートの生徒も何人かいてレッスンしたりして、生活してます。はい、ありがとうございます。ドイツにいらっしゃるということで、今は日本にいらっしゃるんですよね？そうなんです。今度7月の22日に銀座の王子ホールで、リサイタルがあって、それとそれから7月31日の掛川のコンサートと、あと、コンクールの審査とかいろいろ仕事をいただいているので、帰国したっていう感じですね。はい、なるほど。でドイツと行き来してるということで、自宅隔離みたいな感じなんですか？そうなんですよ。今まさに自宅の隔離中で、今日で終わって、明日から晴れて自由の身になるっていう感じで、空港で GPS 機能付きのアプリをダウンロードも何個もさせられてるから、自由に散歩も行けませんし、でもなんだかんだコロナ禍で、もう3度目かな、これで帰国しての、去年の10月、9月、10月、今年に入って3月、4月、春にも帰国してて、で今夏帰国してるので、もう3回も経験してるので、もう隔離とかその GPS とか、慣れました。そうなんですね。ご自宅で隔離っていう感じなんですか？そうですね、実家で、幸い東京に実家があるので、空港でほら迎えに来てもらったりとか、ハイヤーでとか、公共の機関の電車とかバスとか一切使えないから、すごい大変で、だからドイツにいる友人とかもうみんなずっと帰ってないっていう感じで羨ましがられるんですけど、帰るは帰るですごく大変で、書類とかもいっぱい用意して、事前に PCR 検査もドイツでして、また空港でして、でその何個も何個もそのデスクがもう10個ぐらいあって、その通関みたいななんかあって、ですっごいいっぱいたくさんのスタッフの方がコントロールして、本当にもうなんか金そのものですみたいな、もう金扱いされてるっていう感じで。ドイツではロックダウン中ずっとお家にいらっしゃったっていうことだったんですけど、どういうことされてたんですか？和気あいあいと楽しむっていう会を結構やってたんですけど、そしたらもうトランプの面白さにハマっちゃって、トランプとUNO の、ね、結構もちろんピアノの練習もしましたけど、それを午前中にしたらもう午後2時から夜の8時までとかで、もう外出制限もあるから、もう夜の9時には家に帰ってないとそれももう罰金でアウトだから、もう8時まで、6時間、長い時間ですけど、ご飯食べてトランプをやる、そこでもストレス発散するみたいなのがあって、それを結構2週間に1回とかも結構やってたんですけど、でそのトランプもババ抜きから始まって、なんだっけ、切り札とか、ジジ抜きもやったし、一番私が好きだったのが豚の尻尾。知ってます？ここさん、豚の尻尾って、丸くこうやってやるやつですよね。でも、丸くマフラーがあって、そう、豚の尻尾のようにこう丸くしてこう出して、で次の人も出して、同じ、ハートとか同じマークとか同じ数字だったらパンってこう手を出すっていうね。でこうパンパンってなってって、一番上の人が遅いから、その人がそのカードを持っていかなきゃいけないって、で多くカードを持った人が負けっていう、その豚の尻尾がすごい好きで、
で、それにすごいハマってて、で、まあ、せっかくやるんだったらちゃんと記録に残そうって誰かが言い始め、エクセルで表を作って全部もう第1回目第2回目第3回目第1回目の豚の尻尾はみたいなこう点数表を作ってやりました。でも豚の尻尾って本当ピアノと通じるところがあって、集中集中に馬になって、いかにその瞬間に集中するかっていう集中力を、なんだろう、トレーニングするいい機会だなというふうに思って、やるからには真剣にやろうと思って、もうすっごい真剣にでもやっぱりみんな友達は音楽の人じゃないから、私ピアニストの手叩いていいのみたいな感じですごいみんな気使ってくれるんだけれども、やめて、その気使うのやめて、本気でやるからって言ってもうで私すごい強いんですよ、豚の尻尾。みんな気使ってるからじゃなくて、本当に強くて瞬発力で で私もう負けたことないっていう感じ。そうですねっていう、ピアノに通じるとは思いませんでした。びっくりしました何でもピアノにだからやっててもいいんだっていうわけじゃないですけどな感じで、まあね、せっかくっていうかすごい大変な時期だったけれども、まあそういうふうに楽しんでやることも考えました。楽しかったですトランプ用意して待ってますね行きましょう、ぜひぜひすごくテレビを見るのがお好きって聞いたんですけど本当ですか？ですね、すっごいテレビ好きで、もうちっちゃい時からテレビ大好きで、家族でドラマ見たりとか、もうとにかくドラマが好きなんですよ。バラエティも見るけど、見ます？加古さん。見ますね。この前とかはドラゴン桜見てて、最終回とか、なんか私去年受験だったから、なんか最終回めっちゃこうかぶるものがあって、その気持ちがすごいなんか感情移入しちゃったりとか日曜劇場割と好きで、今回も東京 MER っていうやつ、ああ見てます見てますいい枠ですよねもう次のもチェックしてて、10月から何やるかっていう、何やるんですか？まず東京 MER が始まったばっかりなんだけど、それが終わった後10月から新しいこうクールになった時に何やるかっていうのをチェックして、小栗旬さん主演の東京沈没っていうドラマをやるんですよ。でまた香川照之とか、どういうジャンルですか？なんか環境省に勤める小栗旬さんが、なんかそのちょっと細かいこと忘れちゃったんだけど、なんか今のそのなんだろう、コロナとちょっとこう重なり合うようなところがあるなって感じて、でその杏さんだったり香川照之さんだったり、もうなんかすごいメンバー、中村徹さんとか。結構その日曜劇場っていう感じのメンバーが出るからすごい楽しみです。やつですね。もうその次のクールまで今の段階で見てる人もなかなか珍しい。面白いですね。へえ、暑いですね。いや暑いですね。朝起きて、あ今日月曜日だって、もちろん時差はあるからあれなんですけれども、あ今日何のドラマだって言って、あ今日このドラマがあるからよし起きようみたいな大好きです。はい、へえ、なんかそのドラマとかとその音楽とかピアノ弾くっていうことってなんかこう関連性あったりするんですか？いい質問ですね。そうただ、まあ、もちろんねぼーっと見てるわけではなくって、なんでこの人演技うまいんだろうなって、私すごい香川照之さんの演技がすごい好きなんですけど、なんで演技うまいんだろうな、香川照之さんみたいな、なんか音楽ピアノ弾きたいなって思ったりとかするんですね。なんかやっぱり、あ演じてる時は無になってるんだなって、こう邪念を捨ててすごいこうパッてこう集中して、もう香川照之ワールドができてるんだけどでもやっぱりセリフとかもちゃんとこう体の中に全部落としてて、まあピアノで言ったら楽譜ですよね、
音符も追うだけじゃもちろんそれ全部体の中にこう消化して、それを自分の言葉だったり自分の音だったりして、まあそれでこう見てる人聞いてる方に伝えるわけなんだけれども、その時にこうそのテクニック、伝えるテクニックがこう分かってしまってもあれだし、なくても困るし、そこがやっぱりこう何て言うのかな、すごい消化能力っていうか吸収能力っていうか、似てる部分が、演技と似てる部分があるなと思って、そういうの見ながらドラマ見るのもすごい好きなんですよ。すごい面白いですね。なんか香川照之さんみたいなピアノを弾く、すごい強烈だなと思って。怖い感じ。なんか、わかります？香川照之さんみたいな演奏とか、例えば、松田龍平さんみたいな、なんかこう、すごいモノトーンな感じの、ね、割とあんま喜怒哀楽がない感じの、でも、すごい自分のその世界を持ってる音楽。なんか、絶対通じるところがあると思うから、それ見、見て確かます。に、なんかそうですよね。なんかこの俳優さんってこういうイメージだなとか、こういうイメージだけどこういうこともできるんだなっていう、なんかそういう、こう、なんて言うんだろう、イメージみたいなものと、すごい確かに今聞いて、確かにリンクするかもしれないって今面白いなでしと。ょ？ なんかあんまそういう視点で聞いたことなかったんですけど、ちょっとその視点から聞いたらまた面白そうだなっていうふうに面思う。白いと思う。なんか役柄によってやっぱり変わる役者さんもすごいなと思うけど、それ変わっていつつもやっぱりその人の個性が出てるっていうのがすごく理想的だなって思いますね。そうですね。で、やっぱりその役にはまるものってある。やっぱり私でも好きだけどちょっと得意じゃない作曲家とかもやっぱりあると思うし、役にはまるとその作曲家、曲にはまるっていうのと似てると思うし、すごいやっぱり似てるなと思います。そしたらちょっとプログラムの本題にやっとこそ入っていこうかなっていう感じね。今回は、今回、そうですね、31日、演奏してくださる曲は、教えていただけますか？2公演あるので、最初の1公演目が、ショパンの即興曲1番と、あの有名な4番の幻想即興曲を弾かせていただいて、でその後にリゲティっていう現代作曲家、もう亡くなってしまったんですけど、新しい作曲家による練習曲を2曲、これもすごく何て言うかな、解放弦っていうタイトルの練習曲と、それから魔法使いの弟子っていうタイトルの練習曲なんですけれども、もうびっくりするような、特に魔法使いの弟子はもうびっくりするような曲なので どうびっくりするかは言いませんけど、もう鍵盤88鍵あるでしょ、全部使うっていう感じの面白い作品になってます。でその後に、まあメインとしてショパンの、練習曲、作品25、12曲あるんですけれども、それを全部弾かせていただいてっていうプログラムが一つで、2公演目は、まあ、前半は同じショパンの即興曲と、それからリゲティの練習曲で、メインを、ショパンの練習曲ではなくて、リストのソナタもがっつり30分間、弾かせていただくっていう感じです。私はそのどういう感じでっていう、その魔法使いの弟子がめちゃくちゃ気になってるんですけど、今回その、60分ってなかなかないコンサートの形態かなって思うんですけど、どういう感じで選んでくださったんですか？まずメインを決めたくて、でメインを変えたくて2公演、それで今回先ほども申し上げましたように、リサイタルがその前の週に、オジョホールであるので、その時に弾くそのメインを分けたっていう感じで、で特にこの2つの作品にはすごい思い入れがあって、私がもうずっともう大学生の頃から大事ななんかシーンにおいては必ず弾くっていう感じの曲なので、もうお箱とか言ったら本当におこがましいですけど、本当にもう重ねて勉強してし続けて、今でもまだもちろんもうね、終わりはないですから、芸術に。だから探求してるんですけど、まあそういうそのメインを
聞いていただきたいなと思って。で、カネモホールで2年前に演奏させていただいた時に、リストのソナタを、バックハウスが所有していたっていうピアノで、素晴らしいピアノで演奏させていただいて、掛川のお客様にすごい喜んでいただいたので、今度はガラ工房の、ベイゼントロファーでも演奏させていただきたいなと思って選びました。嬉しいです。なんかその2年前とのつながりも感じられてすごい素敵そだ。うですね。どうしましょう。最後に皆さん、今回来てくれる、くださる皆様に何か一言あったらお願いします。一言。そうですね。なんか今回20人ぐらいのアットホームな、空間で、本当に本当だったらね、舞台と、なんか舞台がステージがあって、お客さんも離れたところにいてっていう感じのホールとかがあれだけれども、その本当に同じスペースで、20人の方々とこう息を、こう、なんていうのかな、息でこう会話できる感じの空間のところで演奏させていただくのをすごい楽しみにしていて、やっぱりそういうのがすごく、音楽とかね、芸術とか、この1年間本当になかなか難しかったので、久しぶりにそういうふうにコミュニケーションさせていただけるのをすごい楽しみにしています。私も楽しみにしています。では、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。